久保さん、そして久保さんのチャンネルを見ている視聴者の皆さん、はじめまして、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。今回、気になる男ということで、シリーズ化してもらったんですけれども、私、40歳、ちょうど今年の4月にですね、40歳になったんですけれども、覆面 YouTuber ということで、覆面 YouTuber ということでですね、YouTube の方で簡単なスライド動画を作って、動画をアップするという感じですね。顔出しなしですね。なんで自分が顔出しなしかっていうと、娘が小学2年生なので、ちょうどこれから思春期に入るというか、ね、他のね、方を気にするということがありまして、やはりちょっと顔はまずいなと。それは娘のね、学校の方にもね、あらぬ噂が立つのは非常によろしくないなということで、顔を出してないというところもありまして、このような形、ちょっと VTuber チックな感じですよね。ちょっと口が、喋りに合わせて口が動くっていうね、ツールを使いながら、ちなみにこのツール300円であるんですけどね、なるべくコストをかけずにという形でこうやりながら、YouTube をね、やりたいけど、どうしたらいいかっていう、そこら辺をいろいろできる限り、ね、簡単にやるやり方、かつ顔出しなしでやるやり方っていうところをこう模索しながら今この形にたどり着いたというところをですね。で、またね、今私も覆面 YouTuber っていうね、軸を運営しておりまして、今塾生さんがすごい頑張ってるんですね。50代の方もいますし、ね、本当に50代の方だったり40代の方だったり、本当に毎日毎日すごく頑張っているので、その頑張りに自分も応えなきゃいけないし、このままではいけないというところもありまして、なかなか、自分の塾のね、自分このスライド動画で、YouTube をこう使っていくというか、YouTube を使って、未来を広げていくとか、未来の可能性を広げていくみたいな、活動をしているんですけど、なかなか自分で集客をやってみたものを、うまくいかないと。なので、ここは仕方ないと。仕方ないってわけじゃないですけど、ここは本当に、自分一人じゃダメだと。自分一人で頑張ってもダメだということで、久保さんの方にお声をかけさせていただいて、こういう形でね、少し、機会をいただいたというお話ですね。やはり初め自分も、久保さんとこうお話ししてて、やっぱまずいんじゃないかと、ね、あんまり人に時間を使わせちゃまずいんじゃないかみたいないうことをいろいろこう考えたり、こう悩んだり、躊躇したり、そういう時間があったんですけど、いかんと。このままじゃもう何もできないぞと。何も始まらないぞと。ここで、いわゆるチャンス。ここで機会をつかまない限り、自分で一人で集客、自分のチャンネルを作って自分で集客しても、もう何もラチアかというか、時間がかかりすぎると。もうこれじゃダメだと。なので、もうここは、もうぶつかっていこうと。今回ね、いわゆるがっつき精神と久保さんも言いらっしゃいましたけども、ここはもう行くしかないと。行かなければ終わってしまうのがもう明白になっているんで、行かなければもう終わる。じゃあもうぶつかるしかないと。いうことで、久保さんのチャンネルの方に、出させていただくという形でいくという感じで、ちょっと、そして気になる男というね、シリーズという形で、やらせていただくというところにね、なって、本当に YouTube を始めたい方は本当にすごくいいと思いますんでね、いいのかなと思ったり、するところでありますね。あと、久保さんのところに、出して、もらう前に、やっぱり自分は吉谷さんのもとで、ずっとコンサルを受けたり、2年間ずっとコンサルを受けていて、それでやっぱり行動力が弱いと。このままじゃ、ね、時間足らないよと。何年やり続けるんですかと。何年やってね、このままじゃ本当に芽が出ないよっていうところもずっと言われ続けていて、よし、もうこのままじゃいかんと。この、で自分でやってももうダメだということで、久保さんの門を叩いたという形ですね。で、吉谷さんからも言われて、自分がこうやって久保さんの元に、ちょっと顔を売るじゃないですけど、ちょっと、
久保さんと絡んでいくということをすると伝えたところですね。いや、吉田さん自身も久保さんの方に、どんどん行ったと、露出しに行ったと。まあ、以前その吉田さんが独立するときに久保さんのフェイスブックをがその時当時5000人いたというぐらいで、まあ、そこで吉田さんが、まあ、どんどん絡んでいったと、コメントを書いていって絡んでいったんだと、もう自分からもう突っ込んでいったと、アクセスの集まっているところにも自分からやらないと、ね、何も始まらないじゃないかということも先ほど話していかれて、もう自分で集客するか集客されている場所に行くかどっちかしかないと、あとはお金をかけるかで、お金をかけないんだったら、もう頭使ってやっていくしかないと。もうぜひね、ぜひ顔出させてくれと。今の自分の問題はリストがないと。リストがない、アクセスもないと。で、あればもう、本当に、誰かのとこに行くしかないと。もうね、何もせずにね、もうできないと。思考停止になる。思考停止のままね、何も動かない。じゃあダメだと。本当に。ということで、本当に、そういう話も聞いて、もうここはもう行くしかないと。もう行かなければ何も進まないし。ということで、この気になる男の第2話としてね、覆面 YouTuber、タカとして、声を届けさせていただきます。どうぞ、気になる男、覆面 YouTuber、タカ、よろしくお願いいたします。覆面 YouTuber、タカでした。